台風14号は現在、和歌山県南部を北東方向にゆっくりと進んでいて、次第に日本列島から遠ざかる予想となっています。県内では秋雨前線などの影響で、中通りと浜通りを中心に各地で雨が降り続く予想です。風は浜通りの海上をやや強く吹く見込みで、福島地方気象台は土砂災害や高波、河川の増水などに注意するよう呼びかけています。一方で小名浜港では2人が亡くなる事故が起きています。午前1時47分ごろ、防波堤で釣りをしていた栃木県の会社員渡辺健司さん45歳と友人の女性が乗る車が移動中に誤って海へ転落し、死亡が確認されました。警察によりますと、事故の目撃者が車は止まることなく海へ落ちたと話していることなどから、運転操作を誤った可能性もあるとみて、事故の詳しい原因を調べています。